昼久しぶりにこの時間に配信するな。ネイル見せて。はい、真っ白いネイルです。今はなんか先生が白いネイルにしてて可愛いって思って、でちょっと真似しました。可愛い。でもやっぱね、なんか爪が可愛いとテンションが上がるから、言っちゃいますね。あ、そっか、今みんなお昼休みか。今日は花の金曜日だよ。みんな頑張って。私も今日はお仕事ちょっとあるので頑張ります。まだ大丈夫だけど、超ゆっくりやった。こんにちは。だから見れるのか。クラブハウスで遊んでた。クラブハウス、今話題のね、今話題のクラブハウス、私はまだ始めてないです。招待してくれるって言われたんだけど、やってないですね。どんな感じなんだろう、あれ。そう、招待してもらったんだけどさ、どんな感じか全然わかんない。そう、なんか声だけで電話がみんなに公開されるみたいな感じだよね。招待制、そう、招待制なんです。面白い。なんかどんどんさ出てくるよね、新しいの。でも喋るの好きだからさ、ちょっと気になる。凛太郎さんとかやってるよね。高見さんとか、クロちゃんが。さっきさ、JKT のメンバーのさ、ショールーム見たらさ、掃除機かけてて面白かった。ウィーン。落としてさ、かまちちゃんがやってる。かわいい。ボブにしたんだね。あ、またあかりんやってる。ゆきちゃんもやってる今。ゆきちゃんかわいい。なんかさ、最近一日一あざといみたいなのさ、ツイッターに上げてる。そう、なんかね、掃除機かけながらね、
ビーンってやってた。メンバーにコメントしたりしない。だってさ、名前出るの嫌なんだけど。しかもなんせ本名でやっちゃ出ちゃうからさ。わっちこい楽屋でショールーム希望。それ絶対楽しいけど絶対やりません。わっちこいはね忙しいんですよ。一日朝早くから千葉テレビで週いろいろ準備とかしてリハーサルとか、まあ、楽しいんだけど、お話しする時間はみんなと。でもね結構忙しい、バタバタしてる。だって1日さ4本撮らないといけないんだよ。1日4本撮りってさなかなかじゃない。だから結構ねバタバタしてます。たくちゃんとはやってみたい。たくちゃんとショールームでもインスタライブとかしないのかな。たくちゃん、この前あの谷まりあさんのインスタ見てたらたくちゃんがストーリーに出てきて嬉しかった。めっちゃ可愛いよね。初見です、よろしくお願いします。あ、初見じゃない、初日ですよどういうこと、初日です、よろしくお願いします。あ、どうも、初日何の初日だろう。4本撮りってこと約2ヶ月分か。そうです、多分、うん、2ヶ月分撮ってる、いつも。てかもうちょっとでさ、バッチコイのフォロワーがさ、あのツイッターのフォロワーが1万人いくっていうことに今日の朝気づいた。今日の朝気づきました。ことはバチコイの前の日は早く寝るの早く寝ます。いいな、ボブかわいい。かまちちゃん似合うね。あ、やばいかわいそう。なんかさ、ショールーム普通に見たいけどさ、私が見てるって言ったらさ絶対バレるじゃん。私はなんかメンバーが見てるって言ったらすごい緊張しちゃうから、逆にあんまり言われたくない。かわいい、私も切りたいな。なんかでも本当にボブが似合う女の子になりたい。私はなんかまあイメージないけど多分そんなに似合わない気がする。今日はまだメイクしてないから本当になんかすっぴんって感じ。え、本当にね多分中学生の時に一回このくらいまで切って、で
から切ってない。短くしようかな。あやねちゃんはマジで私は短い方が好き多分。でもみんなに言われると思う。何だって似合うと思うよ。優しいなみんな。あやねちゃんしかもさ金髪も似合うからさ、すごいなんか童顔なのに金髪似合うし、すごいよね。好きと似合うは違うからね。そうなんですよね。でも自分はでも私もなんかポニーテールの女の子とかショートの女の子可愛いって思うけど、自分は似合わないってからできないっていう悲しい現実。ツインテールはこの前久々にしたんだけど、ユッキーに喜んで、ほらだからさ、すぐさそうやってさ話がいっちゃうのよ。だからさなんか話したいんだけど話したいんだけどね、ちょ申し訳ない、ちょ邪魔しちゃうから。情報が早いな、怖いな SNS は。すぐ言うからみんな、もうやめてよ。すごいよね。両方見てる、あ違うか、こっちを見ててすぐ報告したのか。クララが AKB 加入後の推しはって質問で、ナシさんすごく可愛いって、嬉しい本当に。それこの前もさ言ってもらったけど、嬉しい。クララに会いたい、クーちゃんに会いたい。あ私クーちゃんって呼んでたわ、今思い出した。今やっぱ人間って一度考えたことはまたあれですね、再発しますね。クララかわいい、クーちゃん、クーちゃんって呼んでた。なんか劇場の時にみんながクララクララって言って、あクララって言うんだ、じゃあクーちゃんって呼ぼうと思って、クーちゃんって可愛くない、クーちゃん。会いたいクララに。なんかあんま話したことない、劇場公演以外は。てかね、あんま会わないんだよね。レッスンとかでも全然会わないし、本当に劇場がチャンスって感じ。いい子。今日髪型何にしようかな。ポニーテールか、あそう絶対ポニーテールはしない、ごめん間違えた。巻いて下ろすか、巻いて下ろすか、巻いて下ろす、どうしよう何がいいかな。
なんかさ、今自分のさ顔見るとさ、すごい昔のショールームって感じ。高校生のショールーム。どうしようかな。じゃあ巻いておろそう。もう私はそれしかない。巻いておろします。ちょっとずんちゃんに見えた。嘘、似てるって言われたことないんだけど。ずんちゃん、初めての配信覚えてる？覚えてる。あのね、初めて一番最初の配信はなんかチームエイト個人でやらせてまだもらえなかった時なので、なんか何時から何時にやりますみたいなのがあって、で北から順に、なぎちゃんが例えばまあ何時か忘れたけど5時からみたいな、5時から始めて、で次はバトンタッチで横ちゃんみたいな感じでやってた。で私もなんかパジャマみたいなの着て配信した気がする。それ見てた人いるかな。いないか、さすがに。そう、それでなんか1日かけて、1日そんな夕方から夜、1人20分ぐらいだったかな、15分か20分ぐらいの短い配信でやった。懐かしいね。ショールームっていつからやってんだろう。2017年、そんな前か。ほんま舞ちゃんが以前ショールームで一番優しい先輩七瀬さんです。本当に嬉しい。舞ちゃん、舞ちゃんも最近会ってないまあ最近みんなほぼ会ってないけど、一番優しい先輩は七瀬さんです。だってやったね。755も最初は個人じゃなくて関東メンバーでの、ああそうだったね。めっちゃ大変だったな、あれ。思い出した、超大変だった。七瀬さんってなんかいいね。七瀬さんってさ、なんか今まであんまり呼ばれたことなかったからさ、8に入ってから七瀬さんって呼ばれてすごい変な感じ。七瀬さんは女神のようって舞ちゃん、やばい、それは言い過ぎ。でみんないい子だからさ、なんか別にね、可愛いってなるだけ。なんか怒ることとかさ全然ないしさ、本当にいい子ですよ。今日はね、朝から、あ待って、ゆきりんさんのさ新曲めっちゃ良かったんだけど、 MV 見た朝。ゆきりんさんの声本当に好き。MV みんな見た？かっこよくない？ちょっともう一回今見てみよう。なんか今までさ結構可愛い感じだったけど、柏木由紀さん、 Can you walk with me? 本当に聞き
きたいけどさ、音出ちゃうからさ聞けないわこれ。最初好きなんだけど、これ聞こえるよね。やばいやばいやばい。天の湯キリンさん一番なんか私の中で すごい綺麗で、可愛い。いい。早く生で聞きたい。生で聞けるか分かんないけど これは。いいですね。あれ、私次のさオンラインお話し会っていつでしたっけ。2月にあるよね。また2月の13、14かな。来週もしかして。来週もうさオンラインお話し会しかさ、あ2月11、 OK 間違えちゃった。3月にもあるよね。楽しみ楽しみ。あ、すごいみんなの方が詳しいですね。2月の11は建国記念日の日だって。建国記念日って日本ができた日ってこと？それはない。あ、そうじゃない。でも建国記念日ってちょっと調べよう。建国記念日とは何ですか。あ、ああ建国記念日は建国を忍び国を愛する心を養う日として、あ、じゃあ別に、あ、日本ができた日ではないらしい。そうなんだ。確かに。でも日本ができた日、日本ができた日って何、いつの間にかできてたよね多分。物心っていうか、なんか人間がちゃんと、人間、え、なんかふわっと始まったのかな日本って。そもそも分かんない。難しい話は好きじゃないです難しい話は好きじゃないのでやめましょう。じゃあ私が1年前何してたか見るね。2月の今日何日だ？ 5、 あ、
あれだ、 MV 撮影してる、ジタバタの。え、懐かしい。え、そうなんだ。今日だって1年前の、ちょっと写真見返そう。1年前の今日、2020年の1月、あ、2月ってこと。え、やば、こっから1年経つの、恐ろしい。え、怖い怖い怖い、待って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 、え、やばくない？いい写真。え、こっから1年はやばいね。いやー、振り入れしたんだ。じゃ、私めっちゃエクステついてるあ、ちなみに2月の2日、あ、ずっと舞台のお稽古してますね、私は毎日。サザンの舞台稽古も始まって本当に忙しかったの、この時。ちょっとジタバタの MV 久しぶりに見よう。ジタバタの MV 久しぶりに今見てみますね。なんかさ、コメント欄見てるとさ、今 YouTube で見てるんだけど、コメント欄見てるとすごいさ、嬉しい、嬉しい言葉がいっぱい。韓国語とかもいっぱいある。ありがとうみんな。え、これいい曲だよね。でもジタバタ、この前だ、あやねちゃんも言ってた、ジタバタってさ、いい曲だよねって。オンライン話し会でね、ずっと流れてるの、ジタバタと失恋ありがとうと、なんかその辺の曲が。あ、そう、今 YouTube のコメント欄見てた。かわいい、みんな。え、ほんとなんかチームメイトってかわいすぎるよね。わかる、チームメイトってかわいいんだよね、みんな。みんな一生懸命だし。かわいいだけじゃなくて、なんかさ、この前めっちゃ嬉しかったのはさ、普通になんか他のメンバーの子がさ、チームの他のチームの子が、チームメイトってなんかみんな何でもできるよねみたいなこと話してて、それを聞いちゃったの。
嬉しいって思った。全然私に言ったわけじゃないんだけど。私が何でもできるっていうわけじゃなくて、なんかそういうイメージを持ってくれてるのがすごい嬉しいなって思った。確かにダンス上手い子多いし、ね、私は下尾のダンスがめっちゃ好き。あと中野郁美さんのダンスも好きです。ひじりんのダンスも好きだし、もちろん横ちゃんも大好き。みんなすごいな。今日あったかそうじゃない？まだ実はお家から出てません。私は今日はちょっとね遅いのでゆっくりのんびり。このでも夜はちょっと遅くなっちゃうので配信できないんだけど、寒いかな。今日何度なんだろう。今日の気温は、あ、9度。今9度らしいよ。9度って暖かいのかな、なんか分かんない。暖かいか。疲れてない？クマが、あ、ごめんなさい、ちょっとメイクしてないのでメイクしてないので疲れてる顔に見えちゃうかもしれないんですけれども、全然疲れてないです。やばい、指つった。今危な、今こことさ、ここがつった。やば、あ、夜は寒いのかな。昼はいいけど日が落ちる。今は暖かいけど夜は寒いらしいです。皆さんもお気をつけてください。みんなさ、まだお昼休みじゃないよね絶対。大丈夫ですか？私もそろそろちょっと準備とかしないといけないので。お仕事頑張ってください。それではランキングを読みます。私はちょっとお仕事の準備するので。13位は甘栗丼アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位は台湾のジアホンさん、ありがとうございます。11位は台湾のラリージャーさん、ありがとうございます。10位はトシアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位は梅ちゃん大阪毎日ナンセアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位は梅ちゃん大阪毎日ナンセアットマーク、あれ今読んだ、ありがとうございます。8位はヌーマアットマークボムな、ボムナナセも見たい。ボムですね。ボムではありません。ボム七瀬も見たい。トマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位は、まつちゃんさん、ありがとうございます。6位は、イッサートマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位は、ケナイトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位は、スイカのタネナイトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位は、サカキゴラトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は、パンダトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は、鍋公式トマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。じゃあね、みんな。バイバーイ。